ムシムシしてる。ショールームの通知切れてた？ブブブなんか押しちゃった。押せ押せ。ジメジメすぎてやばいですね。蚊に刺された？蚊いるよね。そしてかゆい。なんかさ、なんだっけ、ヤフーニュースかなんかでさ、やばい汚い。ちょっと寝てたから汚い。今年の蚊はなんかしつこいみたいな。かゆいしつこいみたいなのさ見ててさ、それでさ私にわざわざメンションしてさふ教えてくれた方、メンバーにも言われた。萌ちゃんだったかも、七かかもしれない、なんか今年の蚊やばいってみたいな言われた。ちょっと待って怖い、ちょっと待って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 、何、私こんなの買ったっけ、ちょっと待ってほしい。え、マジでやばい、え、危なー、ちょっと待って。なんかさ荷物届いてて開けてるんですけど今で、なんか、ま、夏だしキャップ買おうかなみたいな。なんかスナイデルの帽子かわいいなみたいな思って、買ったんですね。でなんか、あっやばい、そっか予約商品なんだ。でなんか白とピンクで迷ってめっちゃ、で白がなんかサテン生地みたいなんでめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛くて、なんか白を買おうと思ったの最初。でもなんかピンクの着が見たらピンク可愛いなみたいな、あめありがとう、そうピンク可愛いなみたいな思って、でも白はまあ一個前に今持ってるから、まあ、ピンクにしようか、白可愛いけどピンクにしようかって言ってピンクにしたんですけど、今さスナイデルからさ荷物来てさ開けたの、そしたらなんかいつかに頼んだ帽子が入ってたんですけどよかった、私ピンク買っといて、アップな、忘れてたよ。予約商品って忘れるよね。ケーブルもしねえよな。やばい。ほんまにやばい。しかも可愛いな。ちょっとカジュアル。よかった、ピンク。まあでも白でも、なんかこっちはカジュアルで。サテンも可愛かったんですけど。レースは持ってて、これは、なんていうの、シャギーな、なんていうんだろう、これ柄って。わかんない。ほんまにやばい、帽子買いすぎる、頭1個しかないのに。何本あってもいいですからね、服とかアクセサリーは。よう、はい、めっちゃ可愛い、冬柄。何かまちょ、今は構えないよ、一緒寝てたでしょ。
くっていいやん、いいやん。ゆうすけありがラブラブレター。ねえやめて、噛まないで。カズノリありがとう。かまひなこ毛伸びてきたよ。ちょっとちょっとね、カレノムールのシャツ、マジシャツで、あのジャージスウェット T シャツも何本あってもいい。毎日着てる。これはゾゾウィークで買いました。これも可愛い。これはショート丈のクロップド丈っていうんですかね、丈短いんですけど、お腹が見える。なんと黄色です。可愛い黄色だわ。挑戦しようと思って黄色の女になります。今欲しいもの、何が欲しいんだろう。セルフォードのカバンが可愛い、ピンク。でもな、ちっちゃいカバンたまにしか使わないけど、たまに使うからいいのか。時間は欲しいです。パワー、ありがとう。ガッシー何タワーだろう。でもさ、なんか定期的すぐなんか探しちゃう。すぐなんかなんかないかなみたいな。探さなきゃさ、別に買わないのに探しちゃう。なんかさ、夏物が好きで、服もだし、まあアクセはあれだけど、夏物が好きすぎて物欲が。ね、着る機会があればいいんですけど、なんか出かけもしないし、レッスンとかジャージだから着ないやんって思いながら、買えばどっかに着てくかなみたいな。でもお話し会とかさ、それこそオンラインお話し会サイン会とかさあったりすると、意外と助かる。あ、服がない、いや買ってあったわみたいな。やよい、うまうま。誰かどっかに誘ってくださいな。カフェとか行けばいいのにさ、そんな元気もなくてさ。さあ、打天使推ししか勝たん、推しです。で、なんかあるよ、ロゼの服なんてさ、ポップアップでめっちゃ買ったのにさ、全然まだ着てないのにさ。また新作出るよね、かわいいの欲しい欲しい。バーベキューめっちゃいいんだが、バーベキュー行きたい。友達と BBQ に行ったことない。 BBQ に、夏っぽいこと。川で BBQ どうやって川に行くねん。あ、虫ダメだわ。あれコークハイ好きじゃないんですよ、飲めないの。やっぱね、コーラはコーラがだから美味しいんですよ。マジで分かってほしい。ゆうたんありがとう。コーラが好きすぎてコークハイが飲めないんですよ。これ分かってほしい、本当に。昨日は洗いすぎた。昨日ってなんだっけ。お肉はそうですね、食べる係かも。焼けと言われたら焼けます。
ひーちゃんにマリーちゃんの耳つけてほしい。じゃあ私マリーちゃんの耳つけて夢の国行ったの、その載せてないんだよね実は。1ヶ月前ぐらいに行ったんだけど載せてないんだよね。あります、写真載せますね。え、昨日って何があったっけ。バーベキューの締めって何だと思う。え、夜勤。タイの写真あげてないね。さやの夢の国の写真去年のなの、やばい。やばー。焼きそば、あ、締めがってこと。やばい、昨日何やったか思い出せない。キラリちゃんの配信が、え、何したの。そういうことか。それは私は分かんないわ。焼きマシュマロ、あー分かる。いやそうね、昔と比べてなんかオフの日にどっかに何かを、オフの日にメイクをしないくなったから、写真がない、助けて。本当に本当に。お、ちょっとモフモフ、チャイモフ、チャイモフ、外には出るけどメンテナンス、整体とかエステとか歯医者とか。マツパとか遊びに行かない。え、何の話ですか、キャンセルって。なんだ、エステ週一で行ってんねんが。この間エステのお姉さんがお土産くれた、夢の国の。うれしい。お風呂が沸きました。でもエステだけじゃダメなんよ。エステは、私が言ってるエステだけは、その固まった脂肪を柔らかくして落ちやすい脂肪にしてくれるんですね。だから今私はエステに行ってるけど別に痩せたわけじゃない。今痩せたけどちょっとは痩せるよ。ただそこからさらに絞るにはジムかピラティスとかに行かなきゃいけないんですよきっと。カーも家でひたすらストレッチしたり運動したり、ずっと足マッサージしたりとかしなきゃ多分いけないんですけど、だから今私の体はただ柔らかくなっただけ、プニプニになっただけなの。だからそこから絞らなきゃいけないんですけど、ちょっとね元気が足りないね、元気が。雨ありがとうかな。元気が足りないね。いや私はマジでピラティスに行きたい。誰かピラティス教えてください。夏は私はマジで夏足出したいんですよ本当は。でもね今の足じゃ出せない。こんな話ばっかしてるな最近。ショールームしてなんか別のなんか話題ないかな。そういえばきなこで荒れた顔はちょっとだけ良くなりました。でもかゆいまだ普通に、困ってる。めっちゃ困ってるんだがきなこ。
よ。興味津々なの。こ前村ちゃんつけようか、頭にこれ。これつけようか、前頭に。キラコいる？つけたのか？本当にね、もう大変なんだから。もう痒くて痒くて。書くと悪化するし。だからもう書かないように、全面にニキビパッチ貼ってますから。セバイちゃん、ありがとうかも。痒くて痒くて。せっかく肌綺麗になってきたのに。もうほんと最近で一番のショック。で毎回さ、ね、本当にいい加減にしな。ちょっと待って、きなこが悪さするのを止める方法があって、高音で叫ぶじゃあちょっとそんな聞かせられないから、ちょっとミュートして叫ばせてもらいました。今日見つけたんですけど、こうね、はーって叫ぶとやめてくれんのでもちょっと聞かせられない。あなたが遊ぶものは他にいっぱいあるのに、どうして私の服とか私で遊ぶ？カマチョってこと？いいよ、カマチョしてんの。ふんふん。痛い。あー痛いよ。やめてね。あやめれー。テンション高い。寝てたからね、いっぱい。やめて。叫ぶよ。叫ぶよ。いいの？ボールで遊びなさい。叫ぶわよ。なんかさ、おすすめのヘアミルクとかヘアオイルありません？ちょっと使い切っちゃって。叫ぶよ。何 L10 だって流行り？今までは王子はですね、あ、ミルバンのやつ、これ私も使ってた名前。やっぱこれがいいですか？私もこれのピンク使ってたの。リアピン、ありがとう。クーマークーマー。え、そう、オルビスもさ、流行ってるよね。ルティア、ルティア、バイカルテ。あ、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 お、これ、これか。マツエクしたことないですね。だからやめてって言ってるんだよね。本当に。
にさ、何が楽しいんよそれ。そう、ダンボールで遊びな。うん、飛んでった飛んでった。除湿つけてるんですけど、ジメジメが嫌で寒い。それはそれで寒い。やばいね。目が割り始まるの？うん？最近仲間入りした器具を紹介するね。これ。ストレッチするやつ。こう足に挟んでもこうやってできる。プリキュアはね、プリキュア5からスマイルプリキュアの次って何ですか？じゃあスマイルプリキュアまでかも。調べるか。赤棒は使ってないです。歴代順、ね、ドキドキプリキュア、ハピネスチャージプリキュア、やべ、なんか押しちゃった。いや、ドキドキプリキュア、いや、スマイルプリキュアかな。スマイ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 ルプリキュア。なんかフレッシュプリキュアとかも超世代だった。そんな感じ。ちょっとお風呂入ろうかな、沸いたし。キュアレモネードなりたいよね。うつつの光導くんだよ。
なんだそれ、どういうこと。あずきは微笑みに乾いて咲くのよ、バラバン。今度対面でプリキュアの歌歌うわ。ちゃんとあのホールに響かせてくださいね。ちゃんとチキっちゃダメだよ、言ったね。カラオケにいっぱいの意味の曲が入ったんでしょ。今度カラオケ配信したい。だってそれが秘密。Thank you はよ。あれ。だいたいテイクフルサトル。負けないでない。シンフォニー入ってた。あ、でもシンフォニーって前歌ったっけ。リナナありがとう。あ、待って、これ何タワーなんだ。二人ともメモんないと。今日ちょっとボサボサなのでね。だって私5月24のタワーかけてない、ごめんね。誕生日タワー、わ、今日。うーん、モーメンタリー入った。あ、そうなんだ。28。あ、今日じゃん。おめでとう。ケーキ食べた。なに、きなこ、きなこ、きなこ、かわいいね、このタワー。おめでとうだよ、誕生日ね。やばい、きなこが暴れだした。自分の尻尾で遊んでますよ。いや、構成だからね、猫は。さっきは落ち着いてたのに、落ち着いてなんか私の腕にしがみついてたのに。そろそろ終わろうかなって思います。ちょっとモフモフがね、手触りが超いいモフモフになった。超いいね。誕生日に倒せるのが憧れだった。ああ、ありがとう、おめでとうだよ。逆にね、逆に逆にありがとう、逆にね。きなこ何してるんだ。いや、お風呂入りますよ。湯船に浸かりたい、ゆっくり。
めっちゃエリンギに似てるよね、きなこ。おいで。おいで、きなこ。優しい、優しいうちに来なー。叫んじゃうよー。誕生日とは投げたけど気づいてもらってない。え、いつ？メモ書いてないですか私。わ、来た、捕まえたぞ。しゃあ捕まった捕まえた。おめめ汚れてるよ。おいで。痛い、噛まないで、痛いだからね、痛いだよ。あー痛い。あ、噛んだら、噛んだら見えちゃうよ、世にバレちゃうよ、きなこが噛んだことが。いいの？きなちゃん、きなちゃん、モフモフになれ、早くモフモフになれ。ほら見て、ちょっとちょっと伸びてんの、ちょっとわかんないな、伝わりづらい。やったね、ハイタッチしよう。あ、逃げた。若干ね、ちょっとよかった、伸びてくれて。ふう、でも2週間ぐらいでこれだからな、気が遠くなりますね。ということで終わりたいと思います。13位ケイメラありがとぴかり、12位セイバーちゃんありがとぴかり、11位中野ありがとぴかり、10位ユウスケありがとぴかり、9位ユタありがとぴかり、8位タイありがとぴかり、7位カズナリありがとぴかり、6位リアピありがとぴかり、5位アメありがとぴかり、4位ダテンシありがとぴかり、3位タカヒラありがとぴかり、2位リルナお誕生日おめでとう、パフパフかり、1位ガッシーありがとう、何かもなんだ、ありがとう。みんなもお風呂に入ってね。暴れてるな、きなこが。お風呂キャンセルって何？寝落ちしちゃうってこと？初お話会ありがとうだわ。こちらこそ。嬉しかったよ、お話ししてくれて。また待てますね。またね。良い夢をご覧あれ。